やっちゃいます。はい、ミオ隊長の力開け、異次元への扉、レッツゴーダイヤモンなんでこう決まんないのかな。それじゃあ、まあ、準備できたんで早速。すごい見にくいな、ひまわり。ですね。黄昏の森に行きたいと思います。はい、まあそれではですね、まあ最初はですね、やっぱ死神くんからね、まあ先輩ですから僕たちは。国村さん、やっぱ一番後輩の死神くんにどうぞと。あれ、最年少、最年少の死神くんにこう譲ってあげる。うん、ああそうそうね、ああ最年少優先。そう、優先ですよ。喜んでいきなさい。いじめっ子の先輩たちが突き落としてるみたい。いや、突き落とさないよ、僕らは。見てるだけ。自分から入れって言う。自分から入らないと。いや、怖いんですけど、行った先でいきなり襲われるみたいなのないですか。わかんない、多分ない。すぐ来てくれますよね。すぐ行く、すぐ行く。じゃあ。大丈夫、何かあったら大声で。何かあったら大声で。向こうでも頑張りましょう。はい、マイクの日曜新編、はい、レッツゴー、はい。まあこれ実は最初入るとマイクラ止まるんですよ。ん、これ黄昏森のいつものバグってやつで、一番最初の人は犠牲になるんですよ。これはさ、これで大丈夫です。僕らは次サーバー起動したら、うん、もう一回行けます、ちゃんと。よし、じゃあこれで一回落ちたんで、サーバーが。サーバーがこれで落ちたんで。サーバーがこれで落ちたんで、僕らがもう一回これでログインし直せば、し直してこうゲートの中に入れば、普通に黄昏の森に行くことができます。やっぱりいじめじゃねえかよ。いじめじゃねえか。何が？いいじゃない。いいじゃない。それでもバグってでもね、一番最初に黄昏の森に行ったっていうことは、あまりそんないいことではない。で、今からじゃあ早速、はい、トリナーさん、はいはい、僕らも黄昏の森の世界へ行きたいと思います。よし、それでは早速どうぞ、トリナーさん飛び込んでください。行ってくるぜ。それでは僕もチェックかな。ちょっと勢いよく、勢いよくいこう。でーっ、ちょっと待って、でこれ難しいな。うわぁ、来ました。ここが黄昏の森です。あれ、みんなどこ、みんないなくね、ここ。え、みんなどこ、どこどこ、上上、わ、何してるのなんもうなんか勝手になんかすごいとこ行ってるけど、大丈夫ですかそこ。え、なんか、あ、待って、え、ホタルいる、ホタル。そう、ずっと気になってたの、この光るホタル。これ、うん、これすごい僕好きなんですよ。ちょっと近くでこうみんなに見て、これ良くないですか。めっちゃ綺麗。あれ、みんな、死神くんはどこ行ったんですか。あ、取れるのね。そう、取れるんですよ、殴ったら。松明みたいな、松明の虫バージョンみたいな。いいね、それすごい便利。死神くんどこいんの。待って、死神くん消えたんだけど。あれ、あいつどこ行った。フォ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 、ようやっと来たか。私がここへ旅立ってから、すでにこっちの世界では60年経っておる。行きましょう、クロナさん。ちょっと待って、行きましょう。行きましょう、クロナさん。待って、で、せっかくね、盛り上げようと渾身のネタを考えて待ってたの。黄昏の森と現実の世界で時間軸違うの、これ。そう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 。あ、そういうネタだった。あ、そういうネタを考えて、ずっと黙って待ってたの。薬とも笑ってくれない。ちょっとなんか、
ちょっと何言ってるか分かんなかった。分かんなかった。久しぶりすぎて、ちょっとそういうの、ね、やめて。本当に。マジか。本当、ないよね。僕、なんかしとる。なんか LINE が、LINE が来た。ちょっと LINE が来た。これって、はいはいはい。こっちの世界の木でも木材とか作れるんですかね。作れんじゃない多分。ここにさ、デフォルトの木があるじゃん。本当だ。なんか混じってるね、いろいろと。そうですね。デフォルトの木が。これでけえな、この木。すごいよ。ん？ん？え？何？何これ？え？うわ！うわわわわわわ、何これ？登れるのか、これ。すごい！ちょ、登れましょう。え、登れるじゃん、これ。ちゃんと準備されてる。屋根よりかかい。ちょ、ちょ、ちょ。かっこよくない？これね。ねえ。これかっこよくない？戦い、この。屋根より高い。プシ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 。面白くないよね。なんなんだよ。屋根より高い。ふい。あ、いた。さすがだわ、クロノナさんは。え、なんか、待って待って。なんか、うじうじ、うじうじ、うじうじ言ってる。耳を澄ませてごらん。セミの声がすごい聞こえる。セミなのこれ。え、セミじゃないですよ、これ。なんかめっちゃうるさい。多分セミだと思いますよ、これ。わちゃちゃちゃ言ってる。わ、これ夏にぴったりだよ、今の季節。うわぁ。パッ。俺ここ積んだんじゃね。わ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これいきなり積んだんじゃねこれ。あ、いる。わ、これだよ。ほら、音符出てる。ちょっと待ってね。あ、バカ。よし。何してんの？ゲッチです。何してんの、お前。え？あ、え？あ、なんで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 セミ殴ってんのお前。セミ取りたかったんだもん。どうどう。ねえ、これいじめじゃないの？何？ねえ。怖いなここ。待って、これ楽しいかも。折れるときめっちゃ楽しい。全然楽しくなかったんですけど。え、ちょちょちょ、はしごで下をこう一瞬だけ乗ってみたいな、はい、落ちてギリギリのとこで下をこうやってピッってこう、どっかで音がする、やる。あ、アイテム拾った？大丈夫？やばい、アイテムなんかすごい弾け飛んじゃって、やばい。あ、剣あった。でー、大丈夫？アイテム、いやー、まだちょっと他の、せっかくクロナーさんにもらった靴が見つかったないです。あー、いやいやいや、あーだよ、こっちがあーだよ。僕もちょうど今靴持ってないからお前子だよ。あ、そっか。あ、おそろにしたかったんですか。そうそう、やっぱね、一、はい、人だけ靴つけるのはずるいと思う。あー、それでまあ、みんな一緒になろうっていうことか。そうそうそう、感情表現がすごいもう危険な人ですね。ちょっと結構感情表現上行きすぎだしね、それ。あっ、もうちょっと、あ、そこにもあるのか。ありますね。ちなみにこっち来て、こっち来て、こっち来て、ここの上に立ってさ、はい、こう土ブロック壊して下に降りて、なんかすっごい音が聞こえるんですよ。これ僕に騙されろって。何が楽しいものがあるよ、マジで。お、なんだろう、何ちょっと気になる。なんかあの黒マスが見えやすいように周りがちょっと気になっちゃう。はい、気になるな。なんだろう。わあ。俺は嫌だ。俺は嫌だ。ちょっと落ち損ねるっていう。ちょ、待って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 。あ、でも弱い弱い。来て、火星火星来て、火星。オッケー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 。アイムマットサイエンティスト。オッケーオッケーオッケー。上上上上上。壊さないとピッキル。ナイスです。なんかこうチェストあるよ。もういきなりなんか宝箱みたいな。こっちの世界でのスポーンブロックっていうか。ああ、そういうこと？どうですか？なんか見てみる。サドルとかあるんですかね？中見てみよう。はい。ん？あれ、そんなに良くない。すごく植物な感じ。なんかこのまま、この黄昏の森で出てくる木のなんかね、はい、芽が。あとスイカ。持ち帰れば向こうで。まあ嬉しいのは
スイカぐらいだよね。お前なんか期待はしてなかった。こんな、だって序盤にこんなで簡単に手に入る宝箱ってそんなにいいの入ってないだろうって。ああそうですよね、まあ、期待してなかったよ。思ったけど俺結構めんどくさいことしてんな。ほい。あでもこれでみんなでいけるっていう、そう優しさが出てる。優しさ、思い。あ僕パンもなくした。マジで？え？僕パン34個持ってるからあるよ。ありがとうございます。1個。もうここ怖いな、落ちそうで。僕のありがとうを返してもらうっていうのは。そうそう。あーありがとうございます。やった、あ半分もくれた。よしよし、ここ結構危ないけど、もしかして、うん、じゃあここもそうだったりする？ねえ、しかもキノコの上にぶちまけましたよ。あ？これが取るの難しいんじゃん。ちょっと待って。どうやっていこうか。頑張りましょう。ちょっとペイントさん。うん。なんか水とかあればな。あ、大丈夫大丈夫。今パンも確保しました。あ、ダイヤの剣もあった。お。オッケー。割と地面に落ちてた感じですか？いや、キノコのとこ登って。おお。怖いな。いや、これ気をつけてください。マジで。はい。足踏み外しますよ。ずっと足元見て歩かないと。マジで気をつけた方がいい。まあでも頭なくした僕の。まあでもあとは無事だ。オッケー。外がすんのかな。仕事。え？ぶちまけるだけですよ、たぶん。なくさなければ。よいしょ。ホタルも取っておこう。でもなんか上はちょっと危険っすね。さあ、落ちるか。おっと？ん？すごい不吉な言葉が聞こえたんですけど、死亡録は流れないですね。落ちるか。大丈夫か。カメラに収めることはできるか。カメラに収めようと必死なんだけど。みんな見てる。どこどこどこ。あそこです、あそこ。見えない。あ、もう一個右、もう一個右、もう一個右から正面見て、正面。あ、はい、ここ。ただいま。え？後ろ振り返って。ただいま。何やってんだよカメラマン。何やってんだよ。あー、なんかいる。何？何何何、ちょっと気になるからちょっと。ね、なんかいる。ちょ、やめてくんない？その後何？何してんの？何してんのって。何してんのって聞いてんの。ねえ、お前ら動けや。何？あ、え、何あれ？待って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 。うわっ。え、普通の羊じゃないじゃんこれ。え、何、黄昏の森の羊ってあんな角生えてんの？うわ、やばい、かっこいい。俺あれなんか乗って戦いたいわ。あれに乗りたいわ。馬じゃなくてこれに乗りたいわ。あ、ちょ、あ、待って、色違いもいる、青もいる。おお。え、殺すとなんか、どうしたのこれ。いや、普通に羊毛だけだったわ。躊躇なく殺したな。つまんねえな。ちょっと待って、絶滅危惧種かもしれないでしょ。ほんとつまんねえよ、羊毛しか落とさねえもん、ほんとによ。おまわりさん。哺乳類殺してます。違う。またスポンブロック見つけたんですけど。おお、うん、そのチェスト、中のチェストにこんなものが。ん、なんすか、え、何これ。何、え、なんか新アイテム。南京錠みたいな。南京錠チャームオブキーピング。なんだこれは。あ、もしかしてこれ死神くんに投げつけると何か起こるんじゃないですか、黒田さん。はい、いや、これちょっとやってみるか。やってみますよ、いきますよ。いきますよ。はい。チャームキーピング。あ、